西室蘭駅は北海道室蘭四小橋内町にあった日本国有鉄道室蘭本線の公共輪行線と呼ばれた貨物支線の貨物駅である。貨物支線廃止に伴い廃駅となった。昭和30年代当時、室蘭港は工場専用布団がほとんどを占め雑貨布団あるいは 公共不当と呼ばれる一般貨物取扱いのための不当は室蘭駅正面の中央不当の半分と民間運用の本は西不当しかなく取扱い量の制限と地帯を招いていたこのため市は新たな公共不当として西不当を建設しその整備の一環として室蘭駅と西不当を結ぶ貨物支線及び公共輪行線を設けるにあたり当駅を開設した この貨物支線は、明治後期以来の倉庫専用線を拡張して、付設されている。なお、公共輪行線の運用は、第3セクターの室蘭ラン開発が委託されていった。その後、コンテナ貨物に対応していないことや、苫小牧港や、その他の港が整備されたこと等から、西不島の貨物取扱量が減少し、またすでにほとんどが、トラック輸送に切り替わっていたこと等から、 1985年3月14日、国鉄ダイヤ改正に合わせ廃線廃駅となった。海側に多くの留置線と山側に上屋を持つ貨物ホームを有していた。また、西1号から3号の各府島へ側線を有するとともに、周囲の函館土つく室蘭製作所や奈良崎造船、等の工場や倉庫へ側線が敷かれていた。 1976年の西室蘭駅と周囲約 1.5km 範囲。下が室蘭駅方面。上から西1号、西2号、西3号の各埠頭で2本から3本の引っ込み線が不当端まで敷かれている。右下に見えるのが中央埠頭。左上は箱館ドック室蘭製作所とその下に奈良崎造船所。 写真中をやや下に、上屋を持つ貨物ホームがある。その北に、上屋のない貨物積み下ろし場、さらにその北側に細長い貯炭場を有する。その脇を通って直進し、奈良崎造船所の敷地界を抜けて、函館ドックへ引き込まれている、専用船が、かすかに確認できる。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、 作成ホーム跡は、鶴ハドラッグ室蘭付き辞典及び、イエローグローブ、白鳥大橋蘭に支店と、その駐車場。校内のほとんどは、空き地のまま放置されている。ありがとうございます。